こんにちは、あやです。今回は7月のお気に入りを紹介していこうと思います。それではレッツゴー。はい、ということでもう早速1点目、こちらキボのフォールインラブシャドウパレットの01番ムードブラウンっていうこのねアイシャドウです。こんな感じのカラーになってて、本当にどの色も可愛いし、こうマット系のカラーもあれば、ちょっとラメが入ったものもあれば、ここにグリッターもあって、どれもめちゃめちゃ可愛いんですよね。発色も良くてめっちゃ気に入ってます。今日もこれでメイクしてるんですけど、こんな感じ。最近ねこれを使うことがすごく多いです。私的にこの辺で目を囲って、でこれまぶたちょっと上にキラキラつけたり、これでグリッターで涙袋つけたり、ここで締め色使ったりとかすることが多いです。めっちゃ使いやすいです。そして2点目、またコスメなんですけど、デジャブのマスカラです。ラッシュアップマスカラ E1 まつげ化粧量って書いてるマスカラなんですけど、これのすごいところは、これもうね結構有名やから知ってる方も多いかもしれないんですけど、じゃじゃん、こんな感じでね、めちゃめちゃ細かいんですよ。なので私は下まつげがね本当になくて、本当に産毛みたいな感じなので、今までマスカラとかしてこなかったんですけど、下まつげマスカラすることによってデカめ効果もアップするし、気分で下まつげもつけたいなっていう時あるけど、普通のマスカラだと私は結構ベチャってなっちゃったりとか、なんかうまく塗れなくてっていう時に、これねずっと気になってて、やっと買ってみたらむちゃむちゃ毛を拾ってくれるんですよ。ちょっと今ね下まつげ塗ってないので実際にやっていこうと思います。上まつげは違うマスカラを使ってるんですけど、下まつげがねこれわかります？全然ないんですよ。わかりますか？毛をこう細かい毛も全部ね拾ってくれるんですよ。なんかいつもは下ラインも引いてるんですけど、マスカラがねしっかりできるならマスカラの方がいいかなとか思ったりしてるので、ちょっとまつげ美容液もして、まつ育しつつ、まあ、これを使ってねちょっと腕を上げていきたいなと思いますけど、ちょっとこれ塗るめっちゃ失敗してるな。ちょっと失敗してるんですけど、本当に拾いやすくて、友達もねこれ紹介したら気に入って買ってました。はい、では次3点目、とカラコンなんですけど、キャンディーマジックのピンクベージュっていうカラコンです。と前にカラコンのレビュー動画を出した時に紹介したんですけど、本当にめちゃ気に入って、普段使いもめちゃめちゃしてるし、なんか撮影とかでお顔を盛りたいっていう時とかもつけていったりとかもしています。で今日ね入れてるんですけど、こんな感じのカラーです。私的に今までで一番気に入ってるカラコンがフランミーのきなこロールなんですけど、そのフランミーのきなこロールよりちょっと明るめのブラウンって感じで、ちょっと透明感が出るというか、気分で使い分けていますね。私はこのカラコン気に入っています。もしよかったらそのカラコンレビューの動画でね、裸眼と比較動画も出してるのでぜひ見てみてください。そして続いてがこのねアイルが、ニトリの N クールシリーズのあらゆる接触冷感ラグっていうものです。ねこれめっちゃ冷たいな。もうこの愛犬もなんか床のカーペットがない部分とかでベチャってするより、ここでベチャってすることが多いぐらいめっちゃね気に入ってて、このラグで私もね本当にいつも朝わーってなるぐらいめっちゃ気に入っててフィルム甘えてる、めっちゃ気に入ってます。本当にあこんなにっていうぐらい本当に冷たくて、本当に気持ちよくて、エヌクールシリーズ他にも買いたいなって思うぐらい、でも本当にとにかく全然違います。なんかソファーとかもちょっとこう最初座ったりとかしたら冷たく感じるじゃないですか、けど全然違うんですよ、ひんやり感が。本当に気持ちいいので、Nクールシリーズぜひね、買ったことない方はぜひ試してみてほしいなと思います。これは本当に買ってよかったなと思います。あと丸洗いもできるっていうところも、汚れた時の心配もないですし、あとはうち犬飼ってる、さっきもね見えたと思うんですけど、愛犬飼ってて結構最近毛が抜けやすくって、ふわふわ系のラグだと絡まって毛がすごいんですよね。でも これは結構ツルツル素材なので、コロコロしたら割ともちゃんと取れてくれるので、お掃除もしやすいっていう点でもすごくね、犬を飼っている家庭としてはすごく助かるなって思う点です。そして続いてがこちら、バチェロレッテの2です。これはね本当に見てた方も結構多いのかなと思うんですけど、前にお気に入りでバチェラー4紹介したと思うんですけど、今回はバチェロレッテシリーズの2が始まりまして、7月7日からかな始まって、もうね最終回まで終わったんですけど、バチェラーシリーズっていうのは、まあ
婚活サバイバルって言って、バチェラーが男性一人を十何人の女性で奪い合うみたいな感じなんですけど、バチェロレッタはその逆バージョンで、女性一人を男性、今回は17名かなで奪い合うみたいな感じの婚活サバイバルの番組なんですけど、 Amazon プライムで見れるんですね。でそれでだいたい毎週の木曜日に3話3話2話2話みたいな感じで放送されてて、今回私がハマった、まあこのシリーズがとにかく好きっていうのもあるんですけど、今回バチェロレッタの方は尾崎美紀さんっていう方で、めちゃめちゃ可愛くて綺麗な方で、なんか本当にそういう視点、女性の視点、なんかそういう美容の視点でもすごくずっとずっと目が離せないっていう感じだったのと、いろんな男性がいる中でこうそのいろんな方の価値観とかも聞けたりとか、まあ、人間性だったりとか、なんか誰が推しとか考えたりとか、そういうのがすごい楽しかったです。で私の推しは、じゃあ本当はバチェロレッテのデビュー動画みたいなのも出してみたいなって思ったんですけど、全然更新間に合わなくてちょっと断念したんですけど、また次のシリーズがあったらねやってみたいなと思うんですけど、私の今回の推しは長谷川さんでした。ファーストインプレッションの時からずっと長谷川さん推しで、ネタバレはちょっと一応やめとこうかなと思うんですけど、本当に長谷川さんがすごく素敵な方だなって思ってて、見た目の全体の感じだったりとか、落ち着いた感じだったりとか、大人な感じだったりとか、あとは一緒に話してる時の空気感だったりとか、なんかすごい素敵やなと思って、私の推しでした。結構自分の周りね、長谷川さん推しの方多かったです。あと小出さん推しの子もいたりとかしましたね。いや本当にバチェロレッテ見た方ぜひコメントしてほしい。語りたいです。本当に語りたい。もう私友達とめちゃめちゃ語るぐらいハマってました。ぜひコメントしてください。そして最後のお気に入りがこちら、このねゼリーです。この6個入りのゼリーなんですけど、これスーパーで買ったんですけど、これたまに見かけるんですよ。薬局とかでも見かけたことあるし、今回はスーパーで見かけたんですけど、すごいチュルって食べれるし、あと私桃とかマスカット、オレンジとこの味がすごい好きなので全部買ったんですけど、冷蔵庫で冷やしといて、なんか食べたいな、ちょっと口寂しいなっていう時に食べたりとか、食欲ない時に食べたりとか、なんか最近結構ゼリーとかアイスとかすごく食べてて、夏来たなっていう感じはあるんですけど、美味しくて食べやすくてチュルンって、口触りもすごいね柔らかくて食べやすいので、めちゃめちゃ好きです。おすすめです。はい、ということで7月のお気に入りは以上になります。少しでもね参考になったり、何かこう楽しんで見ていただけてると嬉しいです。よかったらグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタやツイッター、楽天ルーム、 LINE ラブや LINE もあるので、ぜひ概要欄から見に来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。